こんにちは、ひろひろです。今日はセリアで購入した20センチのワイヤー口金を使ってワイヤーポーチを作ってみました。両サイドに開くファスナーを使っています。ガバッと開くので中のものが取り出しやすいと思います。マチを12センチ取っているのでペットボトルが2本入ります。用意する材料は34センチ ×22 センチの表生地が2枚と接着芯が2枚と内生地を2枚用意します。20センチ ×5 センチのワイヤー口金を2つ用意します。セリアで購入してきた長いファスナーの台を使用します。このファスナーは引き手が2つついていて両開きになっているのでこのファスナーを使用します。表生地に接着芯を貼っていきます。裏表に注意して貼ってください。当て布をして貼っていきます。もう1枚の表生地にも接着芯を貼っていきます。シワがある場合は伸ばしてから接着芯を貼っていきます。接着芯を貼った表生地を中表に合わせます。内生地の方も中表に合わせておきます。この生地の上から3センチの両端に印をつけておきます。表生地と内生地それぞれ上を3センチ開けて下を縫っていきます。内生地も上を3センチ開けて返し口を開けて縫っていきます。上を3センチ開けて縫ってきました。内生地には返し口を開けて縫っています。3センチ開けた部分を開いてアイロンを当てておきます。内生地も同じように開いてアイロンを当てておきます。この割ったところの周りを縫っていきます。それぞれ4箇所縫ってきました。ファスナーをカットしていきます。ファスナーを44センチの長さでカットします。で、このファスナーの両端を布でくるんでいきます。6センチ ×6 センチの布を準備して両サイドを1センチずつ折り込んでアイロンを当てておきます。さらにその両サイドを1センチずつ折り込んでアイロンを当てておきます。さらに真ん中で半分に折ってアイロンを当てておきます。この布をファスナーの端にくるんでファスナーの端を処理していきます。もう一つの布も同じようにくるんで周りを縫っていきます。端が出てくる場合は目打ちで端を奥に押し込んで縫っていきます。今それぞれこの周りを縫ってきました。はい、次にこの表生地にファスナーをつけていきます。生地の真ん中に印をつけておきます。両方とも印をつけておきます。ファスナーの真ん中にも印をつけておきます。ファスナーにつけた印と表生地につけた真ん中の印を合わせて洗濯バサミで留めておきます。引き手を内側にして留めてください。ここを1回縫います。
今ここを1回縫ってきました。次にこの上から内生地を後ろの生地を縫い込まないように注意してください。中表に合わせて洗濯バサミで留めて、でここを1回縫います。今ここを1回縫ってきました。この生地を表に返して押さえのミシンをかけていきます。ここに押さえのミシンをかけていきます。はい、今ここに押さえのミシンをかけてきました。次にこちら側にも生地をつけていきます。ファスナーを開いて、ファスナーの中心と生地の中心を合わせて洗濯バサミで留めて縫っていきます。はい、今表生地を縫ってきました。次に内生地をここに縫い付けていきます。反対側の布を縫い込まないように注意して内生地を縫い付けていきます。でここを縫っていきます。はい、今内生地を縫い付けてきました。次にまちをつけていきます。生地を開いて底を三角に折っていきます。生地を割って横と底の部分の割ったところを中心で合わせておきます。三角定規を当てて12センチのまちを作っていきます。でここを縫います。反対側も同じように生地を割って12センチのまちを作っていきます。内生地にも同じように12センチのまちを作っていきます。はい、今4箇所それぞれまちを作ってきました。この生地を返し口からひっくり返していきます。返し口から手を入れてまちの角を出しておきます。返し口は少し内側に折り込んでここを閉じていきます。はい、今返し口を閉じてきました。この内生地を中に入れて形を整えていきます。ファスナーが内側に入り込んでいるのでファスナーを表に出しておきます。口の部分に押さえのミシンをかけておきます。はい、今ここに押さえのミシンをかけてきました。次に2センチ下をぐるっと1周縫っていきます。反対側も2センチ下をぐるっと1周縫っていきます。
い、今2センチ下をぐるっと一周縫ってきました。これでポーチの部分が完成したので口金を入れていきます。このワイヤーポーチにダイソーで購入したこちらの持ち手をつけていこうと思います。はい、こんな感じで持ち手を縫い付けてきました。